曽根はじめさんが来てくださいました。曽根さん、すいません、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。こんばんは。ちょっと8時を過ぎておりますので、ちょっと駆け足でお伝えさせていただきます。今日は、最近私も詳しく、記録を取り寄せて非常に意を強くしたことなんですが、昨年の7月に全国知事会というところが、もう知事さん全会一致で日米地位協定、米軍の兵士がどんな犯罪を犯しても日本に裁判権がなく、そして本国に米軍が送り返してしまえば罪も問われないという、まあ香港の逃亡犯協定じゃありませんけれども、本国に逃げ帰ればもう罪一切問わないというようなとんでもない地位協定が未だに日本で生きているという問題について、これはやっぱり国内法を適用しなきゃダメだろうという提言をまとめたわけです。そしてその後はほとんど報道されていないんですけど、今年の7月23、24日に富山で今年の全国知事会が行われた時の大きな変化があったということを私知りまして、やっぱり日本の政治家の中にも心ある人は全国にいるというふうに思いました。それはこの今回の知事会は埼玉県の前上田知事が司会役をやっていたんですが、彼がわざわざ24日2日目の最後のその他のテーマのところで、沖縄の玉城知事を呼んで、でわざわざ特別報告をさせたわけです。で玉城知事は全国の道府県会議員、私も含めて全員に送ってきているんですが、ヨーロッパの NATO の国々、イタリア、ドイツ、フランスなどのアメリカ軍の地位協定がどうなっているか、すべて職員を送って調べ上げた。その結果、日本の地位協定のように国内法が米軍に適用できない、どんなに低空飛行訓練やっても違法でないというようなことはヨーロッパなどでは考えられないという生々しい報告をしたわけです。で昨年決議した地位協定見直しの実現のために、全国の皆さん、知事の皆さんと連携していきたいというふうに報告をしました。それだけじゃありません。上田知事が、上田司会の上田会長が、これについてどなたか発言ありますかと聞いたわけですね。そしたら続けて岩手、秋田、長野、高知、滋賀、兵庫の各県知事が次々と発言をしたわけです。それを見て私もびっくりしたんですが、例えば岩手県知事は、米軍が日本のどこであれ移動や訓練を自由にできる、これに対して日本の国民による民主的統制が及ばないということは、地方自治の観点からも住民の安全、また福祉の増進という原点からしても非常に問題があると。これは個々の県の問題ではなく日本全体の問題だと。だからこそ全国知事会が一層頑張らなきゃならないということを岩手県知事がまず発言をしました。それから秋田県の知事も、うちの方でも米軍のオスプレイの飛行などいろんな問題があると。そしてまあ何日に訓練に米軍がやってくるのか防衛省に聞いてもほとんどわからないと。しかし現にものすごい騒音を立てて米軍機がやってくれば、何か起こった時に何が起こったのかさえ県や市がわからないという事態が起きるんだと。これは放っておけない問題だという問題提起をしました。このように、まあ、高知県知事などは超低空飛行を米軍にやられて、保育園の子どもたちがびっくりして泣き出すと、こんな子どもを泣かせるような訓練をやめてほしいということまで発言をしているわけです。最後に滋賀県の知事がいいことを言いました。こうした全国知事会の昨年のこの提言の決議や、そして今年の玉城知事による詳しい報告、こういうことが全国知事会で行われるようになったのは
亡くなった尾長さんが始めたことだと。尾長さんがもともとは、まあ、沖縄の自民党の幹事長だった人が、やっぱりあまりにもひどい日本のアメリカ軍に対する従属状態に、まあ、業を煮やして、そして知事となって、まあ、全国の知事会に呼びかけたということから発端となって、こうした調査やそして決議まで来たと。さらに今回はこれからはやっぱり日本の民主主義と地方自治を守るために政府を動かさなきゃいけないということを最後に言ったわけですね。上田さんという、まあ、この間大野知事に交代になりましたが、前埼玉県知事が最後に沖縄の玉城知事の努力に労をねぎらいながらも、これやっぱり全国の知事会が一生懸命一緒にやろうということを呼びかけて、今年の全国知事会は終わったわけです。知事会もここまで来ていると。もう大半の知事さんは自民党系の保守的な立場の人が多いわけですが、ことアメリカ軍問題、基地問題に関してはこういうふうに大きな変化をしているということは、残念ながらほとんどのテレビマスコミでは取り上げられていませんけど、変わってきているということを私確信を持ちました。ところでその時東京都知事はどうしていたか、まあ、このことは言っておかなきゃなりません。23日には確かに小池知事は知事会に行ってました。しかしこのことが議論されたのは2日目の24日最後の議題だったわけで、その時にはさっさと東京に帰って小池さんの代わりに長谷川という副知事が代わりに出席していて、もちろん一言も発言をしなかったというのが今の東京都知事の実態です。私たち今度の議会、また委員会などでも通じて、こうした小池知事の曖昧な態度、事実上の安倍内閣容認、安倍内閣通じるのこの米軍基地問題での姿勢は許すわけいかないと。横田基地はもうどんどん増強されてね、グローバルホークや、そしてオスプレイは正式に、特殊作戦中隊になってしまい、そしてなんか知らないうちに C-130 の輸送機が全部大型化されて、4枚バネが6枚バネになって全部最新駅に入れ替わってるらしいんですね。で飛行回数も1万3000回まで増えてきて、かつての最もひどかった横田基地の米軍の訓練状況にだんだんまた元に近づいているということですから、こんな横田を抱えている首都東京こそこの知事会の地位協定見直しの先頭に立たなきゃならないはずなんで、 その点では徹底的に小池さんを追求していきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。駒込駅南口ご通行中の皆さん、そしてご通行ご近所の皆さん、今夜はノバ北区アクション、この場所1時間少し過ぎましたけれどもアクションを行わせていただきました。ご協力本当にありがとうございました。これでこのアクションは終わります。来月はですね、皆様にお楽しみのなんか告知ができればと思ったんですが、まだ決まっておりませんので、また明日以降SNS で発信していきますので、どうぞまた来月6日も北区でアクション一緒に参加してください。今日はありがとうございました。はい、ではここに前川さん、はい、覚えてますか？覚えてますよ、もちろん。千尋さんですよね。あ、息子はね、はい、息子はそうです。すいません、今実番ということで。そうですね、ご無沙汰ぶりです。あ、確かにジュニハウス、ね、あ、全然気がつかなくても記念写真。あ、大丈夫です。写真撮るの？はい、撮るの？私も入るの？あ、いいんですよ。ありがとうございます。
じゃあ勝ちですね。はい。